よ、また会ったな。武蔵くん、また助けてくれたのね。姫様大丈夫？ええ、ミロレ。あなたも武蔵くんに助けてもらったのね。私はもう大丈夫よ。あなたこそ平気？うん。そう、よかった。武蔵くん、本当にありがとう。ああ、お安いご用さ。それよりさっさと村へ帰ろうぜ。みんなきっと驚くぜ。そうね。じゃあ村に戻りましょう。あら、武蔵くん、こんにちは。よう、姫様。元気かい？ええ、とっても。武蔵くんは？俺は元気だけが取り柄だぜ。どうしたの？何か用？特に用ってわけじゃないんだ。姫様どうしてるかなって思ってさ。あら、嬉しいわ。ご機嫌を伺いに来てくれたのね。じゃあお茶をごちそうするわ。ちょっと待っててね。お、遠慮なくごちになるぜ。あのね、武蔵くん、私本当に申し訳ないと思っているの。勝手に召喚なんかしてしまって。ああ、気にしなくていいさ。ちょうど強いやつに飢えてたところさ。腕試しにはもってこいだぜ。それにここの暮らしも悪くないしな。ありがとう。しばらくは大変だろうけど頑張りなよ。じゃあそろそろ行くよ。お茶うまかったぜ。うん、じゃあまたね。そうだ、武蔵くん、これを受け取って。ありがとう。なんだ？この前のテロワール火山あるじゃん。まだ主の怒りを沈めてないんだよね。気になっててさ。でも私たち今外出禁止じゃん。なんとかしてくんないかな。なんとかしてくれたらヒノキンあげてもいいよ。ね、メロレ。ええ、武蔵くん、お願いできませんか？本当に英雄？でも、怒りを鎮めるったってどうすればいいんだ？武蔵は武蔵のやり方でやればいいのよ。ちょっと行ってきて、バシッと締めてくれば、きっと主の野郎も懲りるわよ。本当かよ。いい加減に聞こえますが、巫女には巫女のやり方があって、剣士には剣士のやり方がある、ということだと思うのです。ミオロレが言うと説得力あるな。よし、わかったぜ。じゃあ、火の剣、よろしくな。主を懲らしめてきたぜ。すっごい、超かっこよくない？やっぱり英雄ね。これでテロワール火山も静かになるわ、きっと。ええ、これであの付近の住民も一安心でしょ。じゃあ約束の火の剣ね。やっぱりいる？約束だろ。そういえば火の剣ってどこにあるんだ？
まさか持ってないのか。いえ、持ってはいるのですが。では後で儀式の間に来てください。ではこれより解放の儀式を始めます。私たちが呪文を詠唱するので、合図をしたら地面に書かれた火の門に火の剣を突き立ててください。って持ってないぜ、火の剣。大丈夫です、儀式が進行すると分かります。そうかでは始めます。汝炎のものである、聖なる剣よ。この異界の勇者がその命尽きるまで共に歩まんこと、天と人と五つの精霊の皆において今ここに誓約す。火の剣は君たちが持ってたのか。うん、そのための巫女なんだって。剣の守り手ってそういうことだったのか。五輪の剣はとても魔力が強く、悪用されると良くないので、代々こうして巫女が守らなければならないそうです。定例幹部会を始めます。ちょっとと報告をお願いします。おい、てめえガキンチョ、てめえのポンコツメカのおかげで火山の計画台無しじゃねえか。はぁ、何言ってんの。言いがかりはやめてよね。よく調べもせずに動かしたお前が悪いんだろ。開発にいくらかかったと思ってんだよ。だいたいちゃんと説明書読んだのかよ。制御にコツがいるんだよ。ビッ、そんなデリケートなメカよこしてんじゃねえ。お前バカじゃね。なんだ、どこだ。バカにバカっつったんだよ。おお、てめえぶっ殺す。やりやり、もっとやり。うるさい。エンタはよそでやってください。俺かよ。あら、やだ。まあいいわ。ねえ、アーク、ジャングルの開発はどうなってるの。アークって言うな。モルビエ密林は僕が仕切るから、火山みたいに失敗しないよ。ああ、モルビエに潤沢な資源が眠っているとすれば、必ず我が物として拠点を作らない。まあ見てなって。最後に魔女タワーに火の巫女とミセラ姫を運びましたが、二人とも例の武蔵に奪われてしまいました。申し訳ありません。効率を上げようとしたのが裏目に出てしまいました。配備も手薄でした。ミコは構わん。しかし姫はどんな手を使っても必ず取り戻せ。はっ。では今日はここまで。次回もよろしくね。